柳屋さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティング版。皆さんこんにちは、柳屋さんのすけでございます。ラッドカフェの青木でございます。はい、久しぶりの収録でございまして。そう、あ、そうですかね。この間3本撮りしちゃったからほぼ1ヶ月車の中でね。はいはい、今日は、6月の6日収録、はい、6月の6日はね、これあれですよ、三之助さん鈴本六神、はい、6月上関の、ね、取り席の真っ最中でございますよ。はいはい、予選が終わった後に、はい、なぜかカラオケボックスで、某カラオケボックスで収録をしている、まあ、某上野のパセラというところですね。そう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 、ね、そうです。でね、今日はね、三之助さんはね、試し酒でございます。はいはい、はい、面白かったです。大変でした。今日昼間ね、はい、4席やっちゃってね。どこで？房総の村っていうところで。あ、房総ね、地元だ。そうですね、うん、まあ、それで戻ってきてもう1席という、もう今日計5席。ちょっと声が少しね、いつもよりも、なんかでもね、ちょっと重い感じで帰ってよかったけど、鳥に向いてる。なかなかね、声が出にくいなと思って、やっぱりさすが2時間半喋ってますから ね、 ね、ずっとね、で最後にこれ喋り納めですよ。そうですね、はい、頑張りましょう。6月7日の更新でございます。はい、ね、6月7日っていうのはね、はい、寄席の日なんですよ。お、寄席の日だ。うん、じゃあ全国各地にある、まあ、全国各地にはねえけど、東京にしかないんですけど、はい、はい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 、どうも。あ、ジントニック、はい、来ましたね、はい、これ私のです。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ちゃんと下げてね。どうもすいませんね。はい、ありがとうございます。はい、どうも、どうも。ということでね、ゲストの店員さんがちょいちょいこういうの入ってそれはもちろん臨場感出していこうっていうことでね。あのね、寄席の日もあるんですけども、月曜日はね、これ月曜日に更新されるんですか、これ。いや、なんとかしますよ。あと2時間で月曜になっちゃうけど。あ、そうですか、ね、で、まあ、それで今日寄席に来てください、はいはい、ということと、はい、明日の歌謡会は、はい、小道さんと菊六さんです。お、そうですか、はい。小道さんと菊六さんといえば、はい、小道さんがここにいますね。よっ、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 イエーイ。それで、ゲストが、はい、もう一方、もう一方、これ初登場じゃない？俺のポッドキャスティング初登場じゃないですか。イタリアに行った時、あ、そうか、イタリアのところでね、ちらっと出ていただきましたが、小玉くんでございます。ちょっと待って、本名あ、そうか、あ、そうか。どっちの芸名？いや、今一応名乗ってる方、一応名乗ってる、はい、柳屋北八門下の秀才でございます。はい、柳屋ロベさん、ロベロベです。ロベルト、よろしくお願いします。ロベルト、ロベルトです。いや、今日は豪華ですな。今日はね、三之助さん取り席で、今日は出演していたのは小道さんです。ロベはね、この芝入ってないんですよ。そうなんです。遊びに来てくれる。あ、そっか、宇太郎さんだ、候補が。そうそうそう、はい、あ、そうだそうだ。でね、いっぺんぐらい遊び行きますよって言ってくれて、それで今日来てくれたんで、そのまんまポッドキャスティングの収録に引きずり込んだ。あ、そういうことでございますね。で、このメンバーといえば、小道、ロベといえば、三之助さんのお披露目の番頭さんでございます。おお、そうですね、本当世話になっちゃって。いやー、一緒に駆け抜けた仲間ということですね。何日間でした、全部で、小道さん。何日間？何日間です。西牢屋の9、10、11、12日ってことかな。12日間で、で、あれでしょ、期間にしたら40日間。まあそうですね、50日。50日、寄席が40日と国立、50日間、そのうちの十何日あって、でもね、準備期間とか入れればこれ大変な作業ですよ。そうですね、もう本当世話になっちゃってね。で、実はね、今日はね、この2人からね、真打ちのお祝いだっていうんでね、プレゼントもらっちゃった。お、羽織紐。お、大変だよ。今日はね、そういうね、ちょっと広めのね、秘話を、ちょっといろいろとこう暴露していきたいなと。でもう一人、いつものようにね、僕が頼りにしたり、助手の小杉くんがいますから。はいはい、どうも、はい、どうも。小杉くん、さっきね、
鈴本あれ二つ目勉強会でしたっけ、何でしたっけ、早朝寄せのね平成7年の紙をね、うん、うちにあったっつって見たらね、うん、まあすごいメンバーでしたね。ああもうね、みんな名前変わっちゃってね、15年前で俺こもりって誰なんだろうみたいな ね, ねえ、そうなんですよ、はい、それで、はい、歌謡界の告知も済みましたので、うん、じゃあその広めの話ですが、そうですね、まあ、広めの話はねここで私の口からは随分とお話ししていて、それでそれについてのお便りなんかもいただいてんですけど、ご紹介できないまんま3ヶ月ぐらい経っちゃってて、まあ、それはまたね何かの機会にできればと思ってるんですけど、うん、まあ私の方からね、うん、いろいろは思い入れとかなんとかってことは言ってるんですが、うん、今日は番頭さん2人揃ってるんで、うん、ね、番頭さんに感想を聞いてみますかね。面白いですよ、だって、まあ、広め、どうだったか、全く外から見てたわけじゃないしね、うん、内部から見てたけれども、でも自分のことではなくてお手伝いですから、そうそうそう、いろんなこうこのポジションから見てると珍しいですよ、うんうん、ほぼ一緒になんか生活してたみたいなね、そうですよ、感じで、ね、なんかもう例えばまあ寄せたってね、夜席始まるのはまあ夕方ですよ、うん、だけどやっぱりいろんな買い物とかがあるんで、うんうん、まあ昼下がりに集合するんですね。ああそうだ、うん、それでまあちょっと今日どうしようかって作戦会議をして、でそれからまた買い物に実際に出かけてっていうことになるんですね、はい、なるほどね、うん、ハニトーが来ました、ハニトーが来ました、これすごいな、これエヴァンゲリオンなんとかでしたね、エヴァンゲリオンなんとかですなんとか、ね、あ、うん、あすごいのが来ちゃったよ、すごいですね、はい、まあ、臨場、ありがとうございます、臨場感のあるっていうかちょっと軽く聞いてる人イラッとしてると思いますけれども、なんでハニトーなんだって、ね、今ねエヴァンゲリオン、小杉君一応ね写真撮ってね、データとして残さない、うん、でこれを今撮ったのをこれあげますか、あれのあれに、ああポッドキャスト、ああそうだね、ポッドとかで、ね、ちょっと後にちゃんと撮っといて、この前ね土田さんお客さんの、おうおう、ほら大人のチョコフレークくれて、はい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 、あれあたりに、ね、初めてね iPod のあれ見せてもらって、僕見たことなかったんですよ、あそしたらねちゃんとね青木さんねご家宝とかね、うん、やるときはご家宝の画像出てくるから、そうそう俺ねちゃんとねそのポッドキャストっていうのは、そうそう、iPhone とかで iPod とか見るときには、その例えばコーナーで区切ってるわけじゃない、うん、音でね、うん、そのコーナーの間中は何かしらのね、絵を出してるんですよ、だから青木くんの顔が出てたりする時もある、うんうん、で、あ、本なんですか、そうそうそう、どっかネットで探してきて、うんうん、コピーして勝手に載せてるんですけど、うんうんうん、例えばお便りコーナーっていうと、うん、お便りってグーグルで検索して、で画像出てきた画像をそのまま貼り付けたりね、なるほどね、なんかハートのこうシールが貼ってある、うん、お手紙のなんか絵とか乗っかってたりするんですよ、うんうん、でも 今でもなんかハニトを解体するのに夢中で、会話が横綱にしてますけど、青木さんみたいに食べるとね、これ下の部分だけ残ったりするんですよ、うん、だからやっぱりみんなが幸せ、上の部分をね全部食って、うん、下の部分はみんなでこう苦虫噛みつぶせるのかで食うのがこの作法じゃねえの、これそうだった、大変な色、これは青木さんだけの作法ですよ、本当ですか、これ何食用ゴムかなんかね、これうわすごい、なんだこれ、食用ゴムじゃなくてこれね絵の具です、絵の具ですね、絵の具だね、これどうやってもね、うわこのね、うん、小学校の頃ね田岡君っていう、ね、田岡君初登場じゃない、田岡君初登場、田岡君っていう人がね、うん、絵の具とかよく舐めてたのね、うわでどうしたの田岡君って聞いたらね、うん、いつ人間ね、うん、災害とかが起きてね、うん、食べ物がないとか限らないから、うん、なるほどね、こういうのを普段から食べれるようにしとくんだっつって、あ鍛えてそうでね、黄色い絵の具がちょっと辛いっつって完全にイメージでからしだ、からしだだけじゃん、イメージなので鍛えてんだけど、うん、先生がね本当に冷静な顔して、うん、田岡君ね食べ物ない時は絵の具もっとないわよってそりゃそうだそれ災害時に絵の具ない、絵の具ないない、うん、ないわ、ほらアリアンドで、もう悲惨でしょ、もうなんか原型を高めてないよ、そんなことない、これからちゃんと整える、切っていいんですかこれ、いいんですよ、ほら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 、いや大丈夫、ちゃんと平等になるから、ひどい、あこの写真も撮っといて、これあと切ってる小道さん、ひどい、ちゃんとね
いやいや、そういうね、なんか2人ともなんか2人でこう切ってて、なんかあれですね、あたかもいっついのカップルのような、カップルのようにこうやって2人で、ね、あのバンドをずっと務めてくれてたんですよ。こう海外しく働いて ね、ウェディングケーキ入刀の色は、これちょっと教会が違うよ。ちょっと行けます、うん、すごいね今日は、まさかこのハニトーコーナーがあるとは思わなかったキャスティングに、ね、ちょっと美味しいもの。これだけどさ、東京に住んでる人だったらいくらかこのパセラっていうのを知ってて、でハニトーって言っても分かるかもしれないけど、ハニトーが何だか分からない。そうだよ、このポッドキャスティング1200人聞いてて、きっと地方相撲もいっぱいいるんですよ。そうです、じゃあ聞いてみましょう、ね、うん、ロベさん、これハニトーって何の略ですか。これハニートーストですね。ハニートーストなんです。ハニートースト、ハニートースト、ハニーってつまりこれ蜂蜜ですよ。そう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 、でトーストっていうのはつまりこれトーストですよ。トーストトースト、もう略しようがなかったんですよ。そのまんま、そのまんま、普通に答えちゃう。で、でこのパセラっていうところがね、はい、随分売り出したこのハニートーストっていうのは、うん、食パンを一斤そのまん、うん、一斤あんじゃないですよ。違う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 違います、ね、食パンを一斤ね、そのまんま焼いて、はい、ちょっと切れ込みを入れて、うん、上にちょっとクリームとか、それからハニーですよ、もちろんね、蜂蜜かけたりして、うん、バターのっけたりして始まったのがハニトーなんですよ。それがもう今のね、うん、エヴァンゲリオンハニトーで、わけの分かる。そうそう、上俺のところに青いのたくさんやってやめてくんないかな。もうもはやなんていうのかな、もうそのデコレーションがね、ひらりはきしてる。6人分あるわ、これいい手長アビの溝みたいなこの色してる。そうそうそう、そう青いよね、青い。あのね、どこで秋神っていうすごいね、うまい魚があってね、まあいいんですけど、なんかもう前衛芸術みたいになっちゃってるわけ、これと。そうそうそう、すごいこれ、はい、クリーム来ました、はいはい、じゃあアリさん、なんか量少ないけど、じゃあハニトーをいただきながら、ね、ちょっと先進めないと本当ハニトーの回になっちゃうよ。そうだよ、ちょっとあれだ、これハニトーか、よし、小道さん、ハニトー好きですか。ハニトーか、ですね、あの結成者はハニトーか、午前中に食べたい感じですよね、これね、午前中ね、これ今今夜の10時10分、うん、じゃあこうつけまして、上のハニトー会結成でよろしいですか、皆さん。はい、これハニトー会 ね、おい、乗せすぎいいですか、メンバー、はい、将来バー今回食う勢いでいきます。おー、ちょっと言わせてくれその名前はやめましょう。じゃあ今のピー入れてください。ハニトー会芸能生命潰すか、本当ですよ、いろんなね、うん、いろんなものを失うことになります。でね、このハニトーっていうのはね、あったかいうちの花ですよね。そうですね、冷めると硬くなっちゃってね、もうね、食えたもんじゃなくなっちゃうんで、あ、うん、でもね、冷めたハニトーをね、口の中で戻すのがこのいいなっていう、柔らかくして、いやこれもうチロッと舐めただけでもなんか、小学校時代に食べたガムの味するな。でもうまいね、生クリームがあんまり甘く感じなくてもすごい、あのハニーが染み込んじゃうからね、すごいよこれ。おお、美味しい。うん。まあハニトー食べながらの話をね、詰めていかなきゃいけなくて、どこまで話したかっていうと、ね、番頭さんに、お二人に広めの感想を聞こうっていう話だったんですよ。はい、どうぞ言ってください。どうです、ハニトーは。ハニトーじゃん、美味しい、美味しい、美味しい、うんうん、だ小道さんなんかね、毎日こうやって、まあ、番頭役で会うでしょ、うん、これでなぜかね、あのその会議をやって、うん、それでなんか買い物行った後に飯を食ってたんですよ、うんうん、いつも、うんうん、なんかだから寄席行く前にもうご飯しっかり食べて、うん、ね、影響を養って、じゃあ働こうみたいな感じだったんですよ、うんうん、でも小道はさ、俺の顔見ると腹が減るとか言い出して、あのパブロの犬みたいなやつ、うん、いろんなもの食べた、いろんなもの食べました、あれよかったら、あのどれも良かったんですけど、うんうん、あの新宿で、うんうん、ロベアニさんと2人でお花見弁当をつっつき合ったんですよ、伊勢丹の地下でね、買っていただいた、そうそう、あれだって2人前で5000円っていう弁当だったの、びっくりしました、ねえな、それ、うん、別々に買わないで2人でつっつき合うっていうのがなんか良かったんですよね、うんうんうん、2人前入った弁当って不思議な弁当だったね、平等に、うん、はい、ちょっとご飯食べる時間がないから、うん、まあ、弁当買ってちょっと暇な時に隠れて食べてっていうことで買ったんですよ、うん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 、
あれおつだったんですね。美味しかったですね。お酒によく合いました。あ、ね、あそうか、楽屋ね、ちょっとお酒あって飲めたりするからね。うん、で不謹慎ですけど、ちょっと一杯だけね。そうですね。あ、まあね。あ、もうね。あ、もう、うん、いいガソリンと一緒ですからね。もう、うん、あれがないと動かないです、うんうん。で、どうでした？そういうのも含めて。そういうのも含めて、やっぱ美味しいものいっぱいいただきましたね。食い物だけか。まあ、食い物いや本当に食い物ってのはやっぱよく覚えてますからね。また来ましたよ。はいはい、オードブル、オードブルすごいな。一応今日一番最後にオードブル食っちゃうんだ俺たちは、うん、そうだそうだ。ソースをですね、はい、生春巻きにつけてお召し上がり。生春巻き、ね、うん、どうもありがとうございます。ありがとう。生春巻き、最後に生春巻きと生ハムが来ましたけどね。どうぞどうぞ。パニトーの後にね。パニトーの後、完全にもうデザート食った後ですけどね、うんうん、これもう一回やるんですか。こうオードブル来て、うん、でこの後何だったっけ、ヤンキーバスケット、なんだかよくわかんないけど、うん、これぐるぐるぐるキャンボヤショーとか唐揚げとか、すごいな、うん、さっきから揚げ物の国に来たみたいに揚げ物、本当ですよ、この脂っこいもんみんなテラ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 してる、本当ですよ、もう朝、明日の朝起きたら枕ぺっとりですよ、油でね本当に枕を濡らすね、油で、うん、油で、うん、それで何、ロベさんはどんなものを食べたどんな思い出がありましたか。僕ですか。はい、いや本当にね、なんかいろんな人の顔が見えて、あの兄さんを祝福する皆さんの顔が見られて、すごい、もう僕もね、な番頭なんですけど、うん、なんか三之助兄さんと一緒になんか嬉しくなっちゃう、うんうん、なるほど、うん、なんかいい、やすごいな、自分も一緒にね、なんか祝ってもらってるようなね、そうそうそう、まあ俺ユニットですからも、うん、これはね、うん、チーム三之助、チーム三之助ですから、うん、チーム三之助はもうベストユニットで、うん、4人の中でもね、新進の、うん、そうね、うん、でも、もう本当それこそ普段ね、寄席では今まで一緒になったけれども、ほとんど口を聞かなかった師匠とかと喋ってんだもんね、うん、そうだ ね、 ね、いやこのね、今撮り取ってる芝居なんかも、うんうん、本当あの中入りが雲助師匠だったり、うんうんうん、で膝前が戦友師匠だったり、ね、うん、なんかね、うん、やっぱり僕が初の鳥だっての知ってるわけでしょ、もちろん、うんうんうん、だからなんかね、やっぱり広めん時も皆さんそうだったんですけど、うん、なんか話しかけてきてくれてね、うん、なんかこの若い者のこうなんていうの、なんかこう緊張を解いてやろうっていうようなね、うん、そんな、そういうなんかね気持ちをとても感じるんですよ、うん、で私がほら iPad 買っちゃったもんだから、ああ楽屋で毎日 iPad 出しちゃうね、うん、なんかちょっと貸してとかね、触らせろとかね、うん、これはあのうちのかみさんにどうやって説得したら買えるだろうとか、そういう相談に乗ったりしてねなるほど、うん、でもそうやって言ってるうちに出番になるから、うん、あの緊張がするの忘れちゃうんだよね、まあ、そうだよね、うん、とても助かってます。ずっとなんか追い込まれるような感じになるとね、うん、多分ね、うん、最初どうですかお二人、鳥なんていうの取るわけですよ、いずれね、おしくじりとかしなければ、はい、ねえ、この片手見せどうですか、やっぱりあのいわゆるなんかあれじゃないですか、まあ、あの自分たちと近い存在だったね、兄さんがね、こうやってこう今度は普通に今寄せて取り取ってる、どうですかこう見てて、ねえ、ね、すごいね、驚き、なんかあのすね、はいなんかダメだねこの感想がないみたいですしかね、今食い物に夢中でね、まあ、ハリトーがねまだ残ってる、ね、ハリトー食いながらビール飲んじゃってますからねなんだかよくわかんないじゃん、どうかしてるよ、うん、そうなんですよ、うん、いやでもなんかあのやっぱり寄席で鳥を取るっていうのは、うん、すごい大変なことなのに、うん、こんな近い存在の人がそれやっちゃうと、うん、なんかちょっと感覚がおかしくなっちゃいそうなんですよね、うん、そうそう簡単にできることじゃないのに、うん、もうすごい近い人がやるとですね、うん、いやこれ漫才夢でもねえのか、いやいやそんなことないって、そういう2人の自分がこう入ります、まあね、でもいずれはね、あのほらまずお披露目を2人に、うんうん、するときにね必ず1回は取るわけですからね、うんうん、俺が番号やるっていうのはどうかな、うん、あいいですね、あ逆にね、うん、あのなんすかこの強音方向みたいな、うん、なんかね、なるほど、で俺が毎日うまいもん食わしてもらうっていう、なるほどね、うん、と言ってこいみたいでいいじゃないですか、すっごいうざいんじゃないですか、そうか、ね、先輩が番頭っていうのはそうだね、うん、でまたほらあれでしょ、バンバン金使うでしょ、うん、人の金だと使いっぷりいいよ俺、三座さんの時なんか随分使ったでしょ、うん、大変もうね、なるほどね、うん、もうなんかね、でも本当にこの二人にはね、うん、助けてもらってね、うんうん、
で、なんとか広めを乗り切ったのかなって、うん、今ちょっとほっとしてるところですけどね、うんうん、こう一番あれですか、こう思い出に残ってることって何ですか、この広めでお二人は。私こうやっぱパセラのハニトーかな。あーあーなるほどね。あれはね、やっぱりシャレじゃなくてそう、うん、こうね、召集おめでとうございますっていうのをね、バーンあやったね、上野では菊六祭りの日。菊六祭りの日、いや、あれ菊六祭りという名の三之助祭りなんですよ。でみんなあれさ見てないところでこそこそって我々寄ってきて、三之助さんどうしたら喜ぶかなってみんな聞きに来てですよ、うん、それで次何どういう手でこの人を喜ばせようかっていうのを、うん、みんな知恵を絞って、うん、朝5時まで。あれ美しかったですよ本当に。なるほどね、すごかったねあれはね、でみんなで記念撮影したりなんか、そう、あんまり聞いたことないですけど、ね、だからなんていうの、なんかお店としては誕生日の人が一人いるみたいな設定で多分セッティングしたんですよ、で行ったらなんかそういうハニトー の、うん、あのバースデーバージョンが来て、うん、それでみんなで写真撮りますって店員さんがなんかデジカメとか持ってて、うん、あそうなのなんつってみんなで写真撮って、でしばらくしたらそれが人数分全部印刷されて届いて、うん、あ今そういうサービスやってる、うん、パセラ偉いな、そうレッドロブスターかと思っちゃった、ねレッドロブスターよりもだいぶ安いですけど、値段はね、うん、ちなみにね、今日ね、BGM 何もかかってませんけど、浅野輔君が後からつけるんでしょうけれども、うん、今店内ではね、うん、BGM はこの収録のために切っておりますが、うん、カラオケでは延々竜亭市場師匠の、そう山の穴がねあなたが、これがねずっとね、うん、あのリプレイエンドレスでずっとかかってます、ね、ノルベーさんがガンガン入れてますから、そうですね、あの市場師匠にね、うん、1円でも早くあの早く1円でも多く印税が行くように、うん、もう市場師匠応援してますか、お聞きになってますでしょうかね、聞いてないと思うけど市場師匠みんな頑張ってます、頑張ってますよ本当もう期待の星だから我々の、ね、毎回ね、うん、あのねこのパセラはね、うん、まあ、ここの上の点だけかもしれないけれども、うん、裏の画像が違うんですね、そうそう映像が、そうそう、うん、今カモとか出ちゃう、今カモが公園でこうね、うん、なんか新婚初夜みたいなんでこう焦ってる男と女がね、うん、あれしてますけども、ね、山の穴だね、そうそう、どこが関連があるんですか ね、これね、分かんないですけどね、うん、まあちょっとね第1回もちょっと途中で あれしてぐだぐだになりましたけど、うん、だ今日はもうハニートーストの回ってことでいいよね、一旦ここら辺で締めましてね、ロケさんまた入れてますね、山の穴ね、うん、山の入れてますけど、はいはい、まあ多分来週もこのメンバーのままお送りする、ということになると思いますので、はい、今日はもうぐだぐだもいいところですけれども、はい、まあ序章としてね、イントロとして、はいはい、でこの次回はね、うん、また来週はこうぐっとこうあの内容を確信につくような、ね、そうですね、話をしていきましょう、落語とはみたいな、おそうなんですか、そうかはい、じゃあ今週 の、はい、あの放送はですねロベイさんに締めていただきたいと思いますのでお願いいたします、え締めって何を締めるんですか、締めるんですよ、これを締めるんです、自由に自由に自由演技で、それでは皆さんごきげんよう。